はい、こんにちは。ボディーコンサルティングコーチの矢谷です。本日もよろしくお願いします。今回は、これをね、ご覧になっているあなたにちょっとこう質問といいますか、少し考えていただきたいなというお話をちょっとしていきたいと思います。はい。試験に出るから勉強するのか、これはですね、ある、新聞の記事を私が読んだ時に、あ、なるほどって思った、内容になるんですけれども、その記事を書いていた、方はですね、英語の、まあ、講師ですね、塾の講師をやってる方でした。はい。で、この塾の講師をやってる先生が、その授業ですね、話す内容、英語で本来本質的にすごく大事な部分というものを先生は伝えたいんです。はい。それを学んでほしいんですね。でもその本質的な部分というのは試験にはなかなか出ない。生徒からしたら、試験に出ないんだったら意味がないじゃんっていうふうに言われるらしいんですね。その時に思ったことがまさにここだなと。教育を変えるには試験を変えないと教育が変わらないんじゃないかなっていうところを、その生徒たちの様子を見ていて思ったそうです。いかがでしょうか。まあ、私が言いたいのは、例えばあなたの体型、肥満度、健康診断とかあると思うんですけども、ダイエットができないと思っている方いらっしゃると思うんですけども、健康診断があって、このまま行くとまずいですよ、病気が生活習慣病になりやすいですよという診断がですね、出ないとダイエットができないのか、それともあなた自身やはり生活をする上でも仕事をする上でも、やはりあなた自身が元気に生きていくために、やはり本質的に大事な部分、それがやっぱりそのこう体調をコントロールする、管理する、そういうふうなことなんじゃないのかなっていうふうに私はちょっと思うんですね。本当にその記事を読んでいて、まさにこの健康教育といいますか、そこも一緒なんじゃないかなと思ってます。ぜひこれをご覧になっていただいた方、試験のためにやるのか、本質的な大切な部分、それを感じながらやるのか、その辺をちょっとぜひ一度考えていただきたいなと思います。今回は以上です。ありがとうございました。